いつもロペライオアウトラインをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2015年モデル AMG A45 アドバンストパッケージをご紹介させていただきます。まずは外装の状態ですが、フロントバンパーに小さな飛び石と右のリアのアルミホイールに小さなガリ傷が見受けられます。その他に大きな傷やへこみはございません。走行距離1万1000キロと低走行なお車ですので、良好なコンディションを保っております。外装色はカルサイトホワイト、インテリアにはブラックスポーツレザーシートが組み合わされた1台です。 A クラスをベースとし AMG 専用チューニングが施されたハイスペックモデルとなっております。さらにアドバンストパッケージをはじめ、カーボンパッケージやパノラマサンルーフが備わった魅力あふれる1台でございます。ヘッドライトには標準でキセノンライトが備わっております。フロントバンパーは AMG 専用のバンパーとなっており、迫力のあるフロントフェイスを演出しております。さらにカーボンパッケージ専用装備のカーボンフロットリップが装着されております。それではエンジンスペックのご紹介です。2リッター直列4気筒ターボエンジンが搭載されており、馬力は360馬力を誇ります。さらにフォーマチックが採用されておりますので、安定感のある走りをお楽しみいただけます。足元にはマットブラックペイントの19インチアルミホイールが備わっております。さらにレッドキャリパーが装着され、足元からスポーティーな印象となっております。続きましてリアをご紹介させていただきます。リアにもカーボンパーツが多く使われており、スポーティーな印象となっております。またエンブレムをブラックアウトすることで非常に引き締まった印象となっております。それではトランクスペースを見ていきます。トランクはこちらのレバーを引いていただければ手動で開けることが可能です。ハッチバックのお車ですので、お荷物の積み下ろしも簡単に行っていただけます。また容量も十分確保されております。合わせて後部座席も倒してご使用いただけますので、長いお荷物など対応することが可能となっております。また使用感もなく非常に綺麗な状態を保っております。続きましてインテリアのご紹介をさせていただきます。シートはアドバンストパッケージ専用のパフォーマンスシートが備わっております。運転席のランバー部分に小さなすれはございますが、気にならない程度ですのでご安心いただければと思います。それではエンジンを始動させていきます。ステアリングにもアドバンストパッケージ専用装備のパフォーマンスステアリングが採用されておりますので、アルカンターラとナッパレザーのコンビステアリングとなっております。またパドルシフトも備わりますので、変速もお楽しみいただけるお車です。さらに標準でレーダーセーフティパッケージが装備されておりますので、ブラインドスポットアシストやディストロニックプラスなど安全面にも配慮されたお車でございます。またナビゲーションは純正のハードディスクのナビゲーションが備わり、車内では地デジの視聴も可能となっております。ギアをバックに入れていただきますと、バックカメラも使用することが可能となっております。またシフトに関しましては専用デザインのシフトが備わっております。ミッションは7速のスピードシフト MCT が備わりますので、素早い変速となっております。また手元のスイッチにて走行モードも選択することが可能です。スポーツモードを選択していただければ、さらにスポーティーな走りをお楽しみいただけます。運転席と助手席にはシートヒーターが備わりますので、寒い季節も快適にお乗りいただけます。続きまして後部座席のご紹介です。シートに使用感はなく綺麗な状態を保っております。またコンパクトなお車でありながら、車内空間は広く確保されております。合わせてパノラマのサンルーフが備わっておりますので、車内空間を広く演出しております。また気になる車内の匂いですが、特にお煙草の匂いなどいたしませんので、ご安心いただければと思います。今回は2015年モデル AMG A45 フォーマチックアドバンストパッケージをご紹介させていただきました。走行距離約1万1000キロと低走行なお車ですので、内外装ともに綺麗な状態を保っております。
AMG 専用チューニングが施され、スポーティーな走りはもちろん、コンパクトなお車ですので街乗りなどの普段使いでも大活躍する一台です。さらにオプションが豊富に備わり、全体を通してかっこよく決まった一台でございます。新車保証も平成30年4月までたっぷりと残ったお車ですので、ご納車後も安心してお乗りいただけます。弊社でも入庫次第即ご成約をいただく人気車両となっております。お探しの方はぜひお早めにご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。